What's up? 筋肉翻訳です。さあ今日は家でできるバンドの肩トレ見ていきましょう。さあ家でのトレーニングもできればダンベルで行うことがいいとは思うんですが、値段が高くなる、そしてかさばるっていう点でもレジスタンスバンドを使っていくとどちらも解消できるかなと思います。ちょっと力の入れる筋肉への刺激っていうのは変わってくるんですが、でもまた新しい刺激にもなるので、ぜひ今日は試してみてください。今日使っていくのはこちら。Amazon でだいたい5000円ぐらいで4本セットです。それぞれ負荷が4段階分かれてます。こちら概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方見てみてください。今日はこのバンドを使ってトレーニングしていきましょう。さあ、じゃあ早速開けていきましょう。袋に入ってます。ちょっともうさっき確認のために開けちゃったので、ビニールは破いてあります。こんな感じで4本入ってるんですね。はい、開封しました。こんな感じですね。負荷が分かれてるんだけど、まず一番細くて弱い負荷の赤、これは6キロから15キロの負荷です。そしてその次、11キロから29キロの負荷、そして15から38キロ、22キロから56キロ、かなり幅が広いですね。これを使って肩トレをしていきます。僕は普段サイドレイズでも6キロとかでやってるので、この6キロからっていうのはちょっと重いかなっていう印象です。それもどんな感じか試してやってみます。では早速使っていきましょう。早速サイドレイズやっていきましょう。サイドレイズなんだけど、このバンドさっきも言った通り6キロからのスタートになるんですね。なので結構バンドを使ったサイドレイズって踏んだ状態ですると思うんだけど、こうなるともうマックスの11キロの負荷で動かすことになるので、僕にとってはかなり重くなってしまいます。なのでいろいろ今試してみたんだけど、斜め上に上げていく、これだけで三角筋チューブこの辺り使えます。上に上げることよりも斜めに開くイメージの方が強くなるので、より僧帽筋よりも三角筋チューブ狙いやすく動かせると思います。負荷が足りなければこの持ってる幅を狭くして行うと、同じ赤色のバンドでも負荷を増やすことができます。これサイドレイズおすすめのやり方です。強すぎるバンドの場合は踏まなくてもいいので、これだけで動かしてあげましょう。はい、次はアップライトローですね。アップライトロー結構重量が欲しいので、こちら紫、カラーはバイオレットって書いてありました。これは15キロから38キロ負荷が乗せられるので、このぐらいでやってみようと思います。普段僕はアップライトローは丁寧にやる場合は30キロぐらいですかねで行っているので、このバンドちょうどいいと思います。で、このバンドアップライトローに関しては、単純に踏んだ状態から胸張って肩甲骨寄せてお尻締めて、そして肘を高く上げていきます。これは普段のアップライトローと変わらないイメージでいいと思います。なんだけど、僕が考えるアップライトローのポイントとしては、胸をしっかり張ること、肩甲骨を軽く寄せたまま肩は落としておく、この状態で肘を上げることで三角筋チューブで引っ張りやすいアップライトローになります。さあ続いてショルダープレスを行っていきます。ショルダープレスを行うときは僕はこの緑使います。この緑の負荷は22キロから56キロの範囲で動かせます。なので僕はショルダープレスに関してはいつも丁寧にやるんだけど、だいたい24ぐらいが平均になってくるので、このぐらいがちょうどいいかなと思います。ただ立った状態で行うと、もっともっと56キロに近い負荷になっちゃうので、今日は膝立ちで行っていきます。こんな感じで膝でバンドを潰して行います。ここから手のひらで支えて体を起こして、プッシュ。この負荷の微妙な変え方としては、立ち上がるか正座にするか、それで変わってきます。ただその時の足ですね、正座になってしまうと踏ん張ることができないので、足の裏はしっかり地面につけて踏ん張るようにしていきましょう。
さあ、続いてフロントレイズ行っていきます。フロントレイズも僕は結構軽めで6キロぐらいで行っているので、これはちょっと重いんじゃないかなと思ってます。片足でバンド踏んで短い範囲で行います。フロントレイズに関しては、手の甲が上にあれば、チューブが強くなります。逆に手のひらが上に来れば、全部が強くなってきます。この時、肘の角度で胸を使うか、三角筋全部を使うか決まるので、できるだけ脇は締めようとしておいて、でもまっすぐに上げると少し入りづらいので、ちょっとだけ10度もいかないぐらい脇を外に開いてあげると、引く場所、三角筋全部入りやすくなります。微妙な違いだけど、鍛え分けられるようにしてあげましょう。さあ、そして今日の最後の種目、リアレイズになります。リアレイズも一番軽いこの6キロから15キロ使っていきましょう。リアレイズは僕はかなり軽い重さでやってるんですが、だいたい4キロから6キロぐらいでリアレイズやってます。なのでこれはすごく小さな範囲で動かすことになりそうです。使い方としては足を踏んだ状態からチューブで四角を作ったぐらい体を倒して肩甲骨を寄せに行くイメージがいいです。そしてかなり脇は開き気味。最後引っ張ってきた時に気持ち外旋させる動きを入れてあげるとより三角筋後部が使いやすくなります。さあ、いかがでしたでしょうか？このバンドのトレーニング、手幅だったり握り方変えることで細かく刺激が変えることができます。今日紹介した種目はシンプルな握り方でできるものを紹介したのでそんなに握り方は気にしなくても大丈夫です。バンドの刺激はダンベルなどのフリーウェイトでは味わえない刺激が入ってくるので筋肉の成長にもよりプラスになってきます。なのでこういったバンドのセットですね、強弱つけられるセットは1セット持っておくとトレーニングの幅も広がるのでまたジムが空いた時もいいトレーニングがよりできるようになります。このバンド気になる方は概要欄にリンク貼ってあるのでぜひ見ていってください。今回の動画もっと詳しく知りたい方はオンラインのビデオコーチもやってるので概要欄からそちらも見てみてください。動画のリクエスト、チャンネル登録お待ちしてます。ではまた。